これでトンネル来るぐらいかな。そのぐらいじゃねえかな。うん、そうやな。おお、ピタピタとトンネル奥に戻るよね。どうだろう、女の悲鳴、叫び声がするって言われたから一応黙ってるけど、黙っといた方がいいんかね。真ん中におったら気づかんやろ。待って、鹿おるやんけ。俺今本気でなんかおるでしょ。振り向きたくねーと思いながら振り向いたら、ほんまにこっち見る目線があるもん。超ビビった。嘘でしょ。通りで獣臭いわけだ。え、外出るの別の意味でめっちゃ怖くなったんだけど。俺もいや違うんて、こうやって走っとるやん、うん、すごいなんか視線を感じたんて。え、生々しい視線が感じると思って、感じる方を見たらさ、目がずっと青げんところと、なんかおるーと思ってた。俺今怖いこと言わんでよって思ったのにさ、怖っ。ちょっと待ってガチ今の、うん、ちょっと心霊どころじゃないんですけど今の。今の何。いや俺マジ怖かった。割とでかいよね。だって見た。でかって思ったもん今。ずっと車運転しとってさ、もうそろそろあのトンネルだよねって言った瞬間、すっげえ目線感じたよ。あのトンネル出た直後ぐらいっすよね。何あれ。ずーっと目の感じる方寄ってったらさ、目が合うんだよ俺と。ちょっとあの辺りゆっくりで。100m 先、左方向です。行き過ぎちゃったよ公園。この辺りだよね。あれ、うわ、マジか。これ見て。あ、見えないかな、ライト。車後ろないよな。あ、行っちゃった。あ、行っちゃった。嘘っしょ。鹿いるんだ、ここの辺り。皆さん、心霊よりまずビビりました。鹿がいました。カメラぐちゃぐちゃや。およそ 300m 先、目的地です。いやもう目的地達成だよこんなもん。女の鳴き声、さっきの鹿説ない。多分な。俺もそう思うけどな。そう声がさ、うん、女のそういう声に聞こえたみたいなさ、多分な。俺もその方が正しいと思うんだよな。まあいいわ、とりあえずここに車止めて歩こう。はーい。鈴もといた方がいいかな。熊よけじゃないけど、そういう鹿よけに。あ、大丈夫かな。本当にビビリやな。はーい。はい、では、びっくりした。見えた、ここ。あのダムのところ。あのダムのトンネル、1個目だね。1個目。じゃあちょっと検証してみます。いきます。中央歩く。すごいなこれ。じゃあ行ってみます。
そうね、だいぶ普通のトンネル。でもさ、動物のおしっこ臭いっていう。しかし。なんか鹿の声といい反響なんていうのをしてもなんかおかしくないからどれがどれかわからん。よっ。びっくりした。わ、何やってんだろうね。これさ、心霊トンネルじゃなかったら俺ら完全に頭おかしい人だよ。だってシカね、シカちゃん、シカちゃん。おい、今のカチャって何？なんだろうね。何倍ず、俺もずっとこうやって見とったやん。いやいや、絶対トンネルの向こう側からしたよね。トンネルの向こう側から。おい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 、後ろ通る、これ前通るわ。今何やったの？わからん。え、絶対トンネルの後ろ側から、あのなんか、なんか後ろの入り口あたりからなんかカチャっていう音鳴らしたよね。え、今のカチャってあれラップ音じゃないでしょ。だってここで多分あれない、7500万円。何の声、声か今の音じゃなかった、機械音。なんかエンジン音じゃないけど、そっち系の音に俺聞こえたけど。ここで多分あれない。何千五百万円。ここ何ここ何ここ。これマイクで拾いてえな、今の。ここ特にさっきの声といい。ちょ、やばくねえ。いや、絶対やべえぞ、今。あの音は電子音じゃねえぞ。うん、電子、何の電子音って言われたら困るんだけど。ああ、うん、分かる、その音。次が2個目のトンネルに入ります。おお、ここが一番長いのかな。そうだね、トンネルの中では短いわ。近いかな。この辺りのシカちゃんはいるのか。動物？うん、動物。クソビビッドさん。おるやん、そこに。ほら、あ、動いた。あ、鹿だ。怖っ。帰ろう。なんか俺、お化けよりなんか怖い。どうぞ。でも夜の方がまだ、シカって夜行性か。あ、キャッキャッキャッキャないとんな。帰れと。帰るか。シカの鳴き方やぞこれ。ほら、キャッ。ちょっとビビっちゃった俺。テンションすげえ下がってました俺。マジやべえ俺。道中シカいねえかな、道路のとこに。それを期待するんやっちゅう。え？
鹿だ鹿だって言ってるあれが幻覚じゃないって証明できる。まああれは俺らの思い出だけでいいじゃん。あれは多分馬といいリストいいどれも動画できてねえんだよ。写真撮ったよ馬。ああ多分あれお金お蔵入りだと思うわ。だろうな。さあこれが3つ目のトンネルでーす。ちょまだ開けていってみましょう。開けるんや。軽トラの音がでかいだけです。軽トラちゃうやろ。そう短いね。3つ目のトンネル無理ですね。さあまあこのまま帰りましょうか。着いたら11時か12時です。怖いな。なんか怖かったな。これさすがにビビった。ガチで大人な鹿だったもんね。うん完全こっち見てたもんな。ねえ。もうあなたがなんかおるって言った瞬間わざとと思わんかったもんな。なんか感情込みまくりで言うから。だってものすげえ視線感じたんだぞ。お前あれ視線感じる方探してふっと見たらなんか見えるやん。それもなんかおるとしか言いようがねえって俺には。あれが何かが分かってねえんだから。じゃあでさなんかあまたふざけてんなだったらスルーするけどさ、うん、なんか感情たっぷりに怖がってる声で言うからさ、うわ見たくねえって心霊的な意味でね、うん、捉えたからそりゃ心霊でなんかおるって言われてもどの道見えねえけど見たくねえ振り向きたくねえなって思ったら鹿じゃねえかあれと思って俺。メスの鹿なんてお前そうめる見えてえよ。あれメス角なかったもん。なかったっけ。はぁ目がクリクリっとしてた。あらかわいい。かわいい。キュッキュッって鳴くんやな。前来た時泣いてなかったんやけどあれはなんで。なんだろう寝床がこっちの側にあるってこと。どこでも寝るわな。だからさあブロンズ像を行った後は何かが起きるっていう鹿。だいぶ怖いイベントではあったけどね。めっちゃ怖かった俺ガチ怖かったもん。なんていうかなんかやべえ人に会ったとかさ心霊で取り憑かれたとかさいろんなバリエーションをさ、うん、前もってなんていうのこうしようああしようってさプラン練れるけどさ野生の鹿が出てくるなんていうさ設定俺の頭の中にはまずそれねえもん。今まで来た中でもすごいな想定が起こるなこの旅。想定内で収めてえやん俺が。なんて鹿これはオーブ取るより難しいやろ俺らから言わせると。俺らのなんていうのその世間の知らないっぷりがすごいのか単純にうわっうわっうわっ単純に嘘走ってる嘘取れよ取れてる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 。え、こんな崖登ってくのあんた嘘あやべえ俺今心臓止まれそうになった。あそこにもいる。え、嘘あれあれどこどこあれあれあらまあ3匹顔出とるやん。そこにおる。うっそー。あ、どっか行った。そこにおる、まだ。うん、通った。おーびっくりしたな、今のは。ほんとビビった。マジビビったぞ、俺今のは。もう鹿の話題喋りながら、うっそーって心の中で叫んだもん。びっくりした、涙出てきたもん。ちょろい。走っとるともう目まっすぐしか見てねえや。そしたらもうガードレールの中からなんかピカッと光ってもうこうやって見たらここボボーッと飛び出すもん。やっべえってお前もこれ怖い。夜これね夜やだ俺ここお前6匹も見た今日7匹だぞお前いっぺんに1匹と3匹3匹でねマジか。かわいいおめえまだおめえ生まれて数ヶ月のやつがおめえ3匹こっち見とるやんぞお前。小鹿がなんかこっち見とる。マジかここすごいね。
どこにおるってそこにおるやねえかっていうのによ。どことか言うもん。ああ、言うのか怖えのかも。やだな、俺ここ。道中しかいねえかな、道路のとこに。道中しかいねえかな、道路のとこに。